こんにちは、ムカチャンネルです。今日は100均のダイソーにある商品だけを使って、前半は陳列の方法で、後半の方は塗布美を飾るときに演出を上げるための小道具、それの紹介をしていきたいなと思っております。下の方にですね、チャプター機能をつけていますので、このねチャプターめっちゃ便利なんですよ。画面上では下のバーをね指でこうなぞると、次の章に行きますとタイトルが出ますので、指でなぞってチャプター飛ばしてもらってもいいですし、動画説明概要欄の方にはチャプターボタンがありますので、それを押すと一発でそこの章まで動画が進みますので、ぜひとも活用してみてください。以前の動画ではね、こちらちょっと画角変えてますけど、東急ハンズさんで買ったこれファイルイットコレクション収納ファイル、こちらをソフビについてくるヘッダーの管理の仕方ですね、こうやって管理したらいいんじゃないかなっていうのを紹介させてもらいました。はい、こんな感じでね、ソフビについてくるヘッダーを管理めちゃめちゃしやすいんですよ。この動画結構好評で、東急ハンズさんに行って同じの買いましたっていうね声をいただいたりとか、動画作成してよかったなっていうふうに私自身もね思っております。で、それに続く第2弾ですね。今回は100均編ソフビのディスプレイ、こちらを紹介していきたいと思います。はい、それではこのね壁を使ってソフビの陳列をしていくんですけども、こんな感じで100均のこの網網のねワイヤーネット、こちらを使って今陳列をしています。で、これはいろんな大きさのものがありますので、お部屋に合ったサイズのを選んでいただければなと思います。このように押しピンでね、留めました。で、この時おすすめなんですけど、画鋲2つの場合重さで耐えきれなくて落下する場合があるので、こちらとこちらの方も下で補強で支えようとして留めます。はい、で、このワイヤーネットにこちらフックを取り付けていきます。これがね結構おすすめです。 S 字フックと違って2つでね固定しますので、ブランブランブランってならないんですよ。はい、フックこんな感じです。こことねここで固定されるので安定感は抜群なんです。まあ、じゃあ適当にね引っ掛けてみます。はい、止まりました。で、止まったら、まあ、このようにねお好きなソフビをこうやってねかけることができます。で、ここまでは普通ですよね。ここからが今回紹介したいところなんですけども、こうやってねブリスターのパッケージとかフック穴がないヘッダーとかはこうやってね吊るして飾ることができないと思うんですね。で、ほとんどのソフビってこういうチャックのついた袋に入ってくると思うんですけども、まあ例えばソフビをね入れますね、入れました。で、この時に、はい、こちらダブルクリック、今回はブラックの背羽口 25cm、 こちらを選んでおります。これですね、これをこうやって挟んで、失礼します、かけると、こういった陳列の仕方もいいかなと思いますね。ヘッダーとかねカードをこう入れてあげて飾るのもありかなと思います。で、一つだけねどうしてもこれ二つ引っかからないんですよ。ここ幅が広くてここ狭いでしょう。なので、じゃん、これですね、スリム型ネットフック、今回 50mm のを買っております。これをつけると両端のね穴を安定させてかけることができます。で、こんな感じですね、これをこんな感じでかけて、チャック付きのね袋に入ったソフビをこのようにかけることができると。こうすることによって、さっきよりね安定感は増します。こうやって壁に並べることによってすっきりと陳列することができると思います。で、もう一つね、今回100均でおしゃれなのを見つけたんですよ。じゃん、これアイアンコンボのダイヤモンド飾り、これをね、そうなんですよ、引っ掛けてソフビを入れてみたいと思います。はい、こんな感じでおしゃれに飾ることができました。ちょっと近くで見てみますか。
おしゃれに可愛いでしょ。ちょっと捕まった感ねありますけどね。これで並べていくのもまあ可愛いかなと思いますね。で、このような形でもう一つね可愛いのがあったんですよ。それがこちら、アイアンインテリアゲージ。これも可愛いですよね。こう開けてね、ソフビ入れて飾ることができますんで。で、このゲージをこちらのフックにかけていくんですけど、もうちょっとね長さが欲しいなっていう方は、じゃん、このように 100mm の幅の長さのも売ってるので、余裕を持たせて陳列したいなっていう方はこちらの 100mm がいいかなと思います。はい、 100mm ですね。これをここにねかけてみました。はい、このゲージなんですけど、下が網網になっているので、2本足で立つソフビとかだと少しねバランス悪いので、その場合はここに台紙をかましてください。今回こちらね、これ入れてみます。はい、はい、こんな感じです。わかりますかね。 100mm にしているので割とこうここに空間があるので遊びがねできるんですよ。だからこういうレイアウトの仕方もありかなと思います。こんな感じですね。はい、以上が100均でできる見せ方や収納の技になります。ムカチャンネル。はい、では次にソフビを並べた時に演出力を上げるための100均で買った小道具です。これを紹介していきます。はい、まずはこちらですね。よくツイッターとかインスタの方でもこれを使って写真アップされている方も多いと思うんですね。で、私これ100均で売ってたこと知らなくて、100均で見た時に、ああこれ100均で売ってたんだと思ったんですよ。なのでね、てっきり私そういうガチャガチャなのかどこかのお店でしか売ってないのかなと思ったんですけど、100均でしたねこちら。でね、こうやってこう重ねることもできます。この小道具を使ってソフビを並べるとこんな感じになります。はい、では続きまして、はい、こちらです。まずこれからベンチのオブジェですね。それからこう動く木のね椅子になります。それからレンガ掘りって書いてますね。まあ、レンガの壁ですよね。結構重量があります。これはたくさんあったら城の城壁とかそういうのできますよね。でも今回はちょっと1個だけしか買いませんでした。はい、で、こちらをねディスプレイするとこんな感じになります。はい、続きましてドッキリクモ8匹入り。これはびっくりさせるバラエティ雑貨にも使えると思うんですけども、なんかねソフビにも使えるんじゃないかと思って買ってみました。これ1個開けてみましょうか。はい、こんな感じです。こんなちっちゃいので、これはいろんなねシチュエーションに使えるんじゃないかと思います。はい、ミニチュア兵隊です。グリーンアーミー、ちょっと一回開けてみましょうか。いろんな格好をしているアーミーがいるんですけど、こんな感じで造形はしっかりとしてます。はい、続きまして、これはね、まあ、別にいらんかなと思ったんですけど、モアイモアイの着物です。私が買ったのはこの 顔なんですけど、この胸部まで映ったモアイもありました。それをね使った写真はこちらです。はい、次はちょっと大きめのソフビに使えるかなというところで、フルーツのイミテーションになります。それと
ショッピングカートになります。これもいろんな細かいソフビ入れたりできますよね。はい、でカゴです。これもでっかいソフビは持たすことができますし、ちっちゃいソフビであればこの中に入れて飾ることができるんじゃないかなと思って買いました。それをディスプレイすると、はい、こんな感じです。はい、最後。これはね、そのソフビを演出を高めるための小道具として使ってもいいですし、これ単体でディスプレイしても可愛いと思って買いました。めっちゃ可愛くないですか。6匹入って100円。ね、ひよこの置物っていう商品名です。ちょっと開けてみましょうか。今ね、ケースから出しました。こんな感じです。なんかこのちょっとおまぬけな顔が何とも味があっていいですよね。はい、これを使ってディスプレイするとこんな感じです。こんな感じ、めっちゃ可愛い。口可愛いな。しかもちょっと何これ、羽生えかけてるって何とも言えないですよ。なんか可愛いで、足こんなんね、100均なんで、こういったね、見てください。足がボンドで、このパッケージにくっついても取れないという。これね、ちぎるとこのピンクのひよこちゃんの足取れそうな感じがするんで、もうちょっとボンドごとこう切り取ってするしかないですよね、これ。はい、以上いかがでしたでしょうか。動画の前半はね、ソフビを壁に飾ってみました。で、動画の後編はソフビの演出力を高めるための小道具ですね、それを紹介しました。いやー、まだまだ100均ありそうですよ。買いすぎると100均でもバカにならない金額になるのでやめましたけど、で、私が今回行った100均は割とちっちゃめの100均でここまで揃ったんで、大きい100均に行くとまだまだ可愛いグッズあるんじゃないかなと思います。で、またね、いろんな使えそうな100均グッズを見つけたらですね、この動画で紹介していきたいと思います。はい、本日も最後までご視聴ありがとうございます。じゃあねー。